新竜橋は、広島県北東部の大石橋内新竜湖に架かる人道橋。国の登録有形文化財土木学会戦勝土木遺産。大石川ダムのダム湖である新竜湖に架かる大石橋の単章歩道の橋の一つ。広島県土木局ではなく、県の環境県民局環境部が維持管理している。遊覧船でしたからも眺められる。 元々は広島県道25号三原東上線に架けられた2代目の紅葉橋だった。1924年大尺川ダム完成に伴い、1930年県道筋の道路橋として現紅葉橋の位置に架橋された。橋種はペンシルベニアトラスと呼ばれる珍しいトラス橋で、戦前の道路橋におけるタンスパントラス橋としては日本最長だった。 ただ当時の福音は2.0メートルしかなく、戦後の交通量では対応できなくなっていた。三原東条先生日に伴い1985年現在の二代目、紅葉橋が竣工されると、一旦その速道橋として利用されていた。ただ歴史的な橋として、保存活用が模索された中で、同年に、新流湖の周回に単焦歩道を整備する計画が上がり、初代紅葉橋を、 歩道橋として再整備し、共鳴を現在の新流橋に改めた。ちなみに、県道から北へ約400メートルに位置する現在地まで、湖面上をユニフロート工法で移動させる、珍しい施工方法が用いられた。掃除業費1億3100万円。1992年に補修工事が行われている。2002年土木学会戦勝土木遺産。 2009年国の登録有形文化財に登録された。ありがとうございます。